子育てがうまくいかないのは、親から植え付けられた禁止令が原因です。はい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターおかちです。ライフスキルの学校へようこそ。ライフスキルの学校では、えーえー、っと親の生きづらさを解消する。ライフスキルと子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。そして。 やり抜く子と投げ出す子の習慣絶賛発売中です。親と子の自分自己を育てたい。そこに興味がある方は概要欄からチェックしてみてください。公式 LINE もやってます。はい。ということで今回のテーマは親と子を縛る13の禁止令です突然ですけど、このようなことはありませんかイ、えー、イライラして 頭ごなしに子供を叱ってしまう。そしてそんな自分に自己嫌悪、自己否定。自分はダメなんだ。母親失格だと。自分のことを責めてしまう、ね。子供を可愛いと思えない。子供が困ったことがあったら何でもかんでも助けてしまう。ヘルプしてしまう。えー、わがままな子供を許せない。子供が言うことを聞かない。自分なんて子育てをする資格がない。 近年このような生きづらさを抱えてえ相談に訪れる方が増えています、えー、はっきり言わせていただきます生きづらさを抱えた状態で子どもと関わるとその生きづらさが子どもに連鎖してしまいます例えば嫌われてはいけないそういう禁止令を持って子育て 子いると,子供と関わっていると子供がね子供が喧嘩して子供同士が喧嘩しているとえこのままやったらダメやと思ってお母さんが入っていって解決してしまうそうすることで対立の中で問題を解決していくコミュニケーション能力が育まれていきません 子供を悲しませてはいけない。そのような禁止令を持っていると、子供が退屈そうにしていたり、困っていたり、ね、えんえんって泣いていたら、全部お母さんが解決してしまう。親が介入して問題を解決してしまう。そうすることで、問題を自分ごとに捉える力、当事者意識であったり、自分で考えて、自分で行動する思考力、行動力が育まれていきません。はい。なので、子供を自立させたい。 そして生きる力を高めて学校だけじゃなくて社会に出ても自分の力を発揮して自分らしく生きてほしい。そのように願っているのであれば自分自身の生きづらさの根っこにある禁止令を知ることが大切です。今回のテーマはまさにそれです。親からすり込まれた代表的な禁止令。 を13個紹介させていただきます。なんで子育てがうまくいかないのか、なんで生きづらいのか、な,なんで疲れが取れないのか、その原因がわかるだけでも心が緩みます、えー。自分自身に当てはまる項目がないか確認しながらご視聴いただければ幸いです。ねえー、このチャンネルでは、えー、子育てを頑張るお父さんお母さんに向けて ねえっと、自分自身の生きづらさを紐解くような考え方とか行動習慣そして子どもを自立させるライフスキルコーチング具体的なメソッドを紹介させていただいてます良、えー、ければチャンネル登録よろしくお願いします、はいえー、早速ですけど13の禁止例を紹介させていただきますじゃーんはいこんな感じね えー、こちらは、ね、あの交流分析を提唱されているエリック・バーン博士が、えー、提唱されている、あのーあですね、13の禁止令、自分の親から刷り込まれた禁止令ですね。この禁止令とか、えー、価値観、そしてこうすべき、ああすべきというべき思考、そういうものが人生の脚本となって、今日も、ね、僕もあなたもその脚本に従って生きているということですね。はいえー、13の禁止令です。えー、一つ目 何もするな2つ目、子供であるな3つ目、成長するな4つ目、感じるな5つ目、近寄るななんかちょっと近寄るな、ちっちゃいな文字がはい5つ目、成功するな7つ目、自分のことで欲しがるな8つ目、健康であってはいけない9つ目、重要な人になってはいけない、えー、10所属してはいけない11 存在するな、あれ、十一個やな、十一個やな、あれ、なんでやろ、十一個やった。はい、十一個、十一。あれ、なんか抜けてる、なんか抜けてる。あ、思い出した。えー、っと、何かが抜けてる。え、どこやろ？一、二、三、四、五、六、七、九、十、十一。まあ、後で出てきます。後で足していきましょう。そんな感じでいきましょう。はい、それでは、一つずつ解説していきたいと思います。はい、まず、一つ目。何もするなってことですね。 えー、実行するなってことですね。木登りなんて危ないことをやめなさいとか、あの子と遊んではいけませんとか、怪我するからサッカーをや,とやめときましょう。女の子なんだから空手はやってはいけないよ。などなど、何をやっていいのか、何をやってはいけないのかって、その規制が厳しすぎるな。そういう規制とかルールが厳しすぎると、自分は何もしない方がいいんだ。 ってていいいうそういうそルルールとか価値観が植え付けられているって言うんですね自分が何かをすると親が不機嫌になる。親を困らせてしまうんだってなってしまう。これが一つ目ですね。二つ目、えー。あ、ここが抜けてた。二つ目がお前であるな。お前であるな。ここに書いてた。足しておきますね。お前であるなってことですね。 えー、これは何だろうな、えー、例えば本当は男の子が欲しかったとかね、えー、母親が男は損よねとか女の子は黙っときなさいねとか男の,子に口を、えー、男の子に逆らってはいけないよなどなどね自分自身であることを否定される、えー、例えば自分の性別とかアイデンティティを否定された経験がある人そういう人が あのこのお前であるな、自分であるなっていう、えー、禁止令を、えー、植え付けられている可能性が大きいです。お前であるな。3つ目、子供であるな。ね、あなたはお姉ちゃんなんだからしっかりしなさいとかね、もうお兄ちゃんなんだから泣かないのなどと言い聞かされた人ですね。特に下に弟とか妹とかいる人が作りやすい禁止令です。子供であるな、ね。3つ目、成長するな。 ね、全部お母さんがやってあげるわよとかねあそっちじゃないよこっちだよって言ってお母さんから指示を受けていた、えー、ことが多いケースですね自分で考える機会じゃなくて言われることをただやっているそういう機会が多い方が作りやすい禁止ですね、はい、成長するな。 子供、子供のままでいるために何もできない方がいいと考えるようになる。だから自分が成長するとお母さんの役割がなくなっちゃうんじゃないかね。お母さんが悲しむんじゃないかと。そのような、えー、ことを考えてしまう。感じてしまうということですね。はい。次。えー、な。感じるな。ですね。あ、ここ、感じるなと考えるなが別々、別々なんですよ。感じるな。はい。感じるな。 はい感じるなっていうのは、例えば、我慢しなさいとかね、えー、泣くなとかね、自分の感情を否定されたり、自分の感情を責められたりするケースですね、えー、いつも笑いなさいよとか、いつも笑顔でいなさいとか言われ,言われることもあれです、一つの禁止令で,ですね。はい自分の感情そのものを、えー、否定される、そのように感じてはいけないんだって、そういう禁止令で,ですね、えー。5つ目、考えるな。 ねえー、なんだろうな、これは親に口答えするなとか、黙っていうことを聞いていればいいんだと、えー、親に怒られたり、威圧的な態度で親に責められたりするケース。そうするとね、もう自分で考えない方がいいんだってなっちゃいますよね。これダブルバインドのこともありますよね。えー、困ったことがあったら相談してねって。困ったことがあったら相談してねっていうふうにね、普段は言うといてね、言うといて、で相談したら、 自分で考えろ。そんなこと自分で考えろって言われる。これダブルバインドってことですね、えー。異なる対立する価値観を、えー、両方実行せって言われてるんですね。相談しろって言われて相談したら、えー、自分で考えろって言われる。で、自分で考えたらなんで相談しないのって言われる。これダブルバインド。こういうダブルバインドのケースも、えー、っと考えるなっていう、えー、なんだろうな、そういう禁止令が作られやすいタイプですね。ダブルバインド。 はい、次。近寄るな。ですね。忙しいから後にしてとか、あっちに行きなさいとか、静かにしてちょうだい。など、親に距離を置かれるケース。そのようなことはありませんでしたかスキンシップがないとかね。そういうこともこの一つですね、えー。近寄るな。そして次。成功するな。うまくいったときには褒めてもらえない。ね。100点取ってもね、合格しても全然興味を持ってもらえない。ただ、 失敗したり、ね、不合格になったり、負けたときだけ声をかけてもらえたり、逆に負けたときだけ、えー、攻められる。攻められるっていうのも、注意を引いているサインなんですね。何もないよりも、怒られる方がマシなんですね。 マシなんですね注意を受けた方がマシなんですね。注意っていうのはストロークとも言われるんですけど、ストロークっていうのは自分がここに存在しているという価値、価値を自分自身が自覚する、認知するということです。そのストロークを得るために、えー、子どもたちはいろんなことを考えて実行していくんですねあ。こうやったら注意を引けるんだ、こうやったら注目を浴びれるんだ、こうやったら褒めてもらえる、認めてもらえる、自分自身を意識してもらえる、感じてもらえるって、そのストロークを得るために成功しない。 練習しないいそうううケースもあるようですね、はい、僕はなかったかなあんまりこれはなかったなはい、えー、次「自分のことで欲しがるな」ねえー、これはね片親の家庭とか幼い頃に病気とか怪我で親に経済的な負担をかけてしまったケースそういうケースであればこういうふうな禁止令を持ちやすいというふうに言われています。 自分の欲求を素直に言えないだけじゃなくて何かいいことがあっても誰かに譲ってしまうそのハッピーなこととか幸せなことを自分から壊してしまうね誰かと付き合ってうまくいきそうになると自分から別れ話を持ち出すっていうのもこの一つですね。自分のことで欲しがるなはい次 健康であってはいけない。これもそうですね、先ほどの成功するなに近いんですけど、病気の時だけお菓子とかジュースを好きなだけ食べさせてもらえた人ですね。とか、えー、自分は大丈夫やったけど、自分の、お兄ちゃんとか弟とかで体の弱い人がいると、その人に対してお母さんが、ね、ケアをする。そうするとね、やっぱり健康であってはいけないんだ。健康であったらお母さんに愛されないんだっていう風な感覚を身につけてしまうんですね。はい、次、10。 重要な人になってはいけない、えー、テストでいい点を取った時とか先生に褒められた時とかまあ、子供自身はね、親に喜んでもらえると思って報告するじゃないですかでもそれに対して無関心であったり逆に 怒られてしまう。自慢してはいけないとか、調子に乗ってはいけないとか言われてしまう。そうするとね、自分自身がなんかこう、なんか偉い人になってはいけないとか、重要な人にはなってはいけないっていうふうな、えー、思ってしまうんですね。自分は重要な人物ではないから、重要なこと、なんかそういう成果を出してはいけないとか、ね、そういうふうな感覚をす、えー、り込まれてしまうということです。そして次、あと2つですね。所属してはいけない。 ね、あの子と口を聞いてはいけませんとかと、えー、子どものと友達関係とか人間関係に口を出したりとか、ねえー、この子は恥ず,恥ずかしやだからとか、ね、人見知りやだからとか、ねえー、い,ういうような紹介を受けるとそうすることで自分自身が何だろう輪っかの中に入ってはいけないんだとか、ね、グループの中に、えー、所属してはいけないんだという感覚が染み付いていくということですねで最後存在するなということですね これは一番一番辛い最も辛い禁止令ですよね、えー。幼い頃に虐待を受けたりあんたさえいなければ私は幸せになれたのにとかね。 あんたなんか生まなければよかったとかそういうような声掛けであったりそういうようなえ関わり方ですよねこういう禁止令が自分の中の根っこにあると自分は,生き,てはいけ生,き生きていてはいけないというふうな感覚になるんですねだから自分の体とか自分の命を大事にしなくなるし自分が我慢していたら丸く収まるそのような感覚が染み付いてしまうということですねはい13の禁止 かなり、えーえー、早足で紹介させていただきました。一、えー、つ目、何もするな。行動した時に規制が受けられるケース。子供であるな。ね、早く大人になりなさい,という、ね。というケースですね。三、えー、つ目、成長するな。成長したら怒られたり、失敗した時だけ責、えー、められる。注意を浴びれる。そういうケースです。感じるな。これ泣いてはいけません。とか、いつも笑顔でいなさい。五つ目、考えるな。 親に口答えしてはいけないとか結局子供が考えたことでも、えー、最終的に決めるのは親であったら自分で考えても仕方ないよねって思ってしまいます、えー、次近寄るな、ね、あっち行ってなさいとか静かにしてなさい、えー、7つ目成功するな、ね、うまくいっても無関心であったり、えー、逆に調子に乗るなって怒られてしまうケース 自分のことで欲しがるな、ね。自分の欲求を出したらわがまま言ってはいけないとかね、えー、言われるケースですね。えー、次、健康であってはいけない。えー、病気の時だけ、えー、丁寧に看病してもらえたり、えー病,気のえー、病気のお兄ちゃんとか、えー、兄弟だのことだけ、えー、となんか注,意を注意を浴びるケース。そうすると自分は健康であってはいけないんだと思ってしまいますよね。えー、次、重要な人になってはいけない。 はいえー、なんか成果を出したときに無関心であったり結果を出しても褒めてもらえない所属してはいけない、ねえー、この子は人見知りだからとかね、えー、親が友達の人間関係子どもの人間関係に口出すケースそして、えー、お前であるな、ねえー、男の子ならよかったのにとかね自分にはどうしようもない変えることができないことに対して、えー、ぐちぐち言われる。 そして最後、存在するなっていうケースですね。えー、あなたなんか生まなければよかったっていうケース。はい。このような13の禁止で、いくつ当てはまりましたでしょうかちなみに、僕、おかっちはどれやろうなうーん、まあ、これやな。感じるなっていうのと、考えるなっていうのと、まあ、近寄るなも少しあるかな。あと、自分のことで欲しがってはいけないっていうのは、あるわなー。 子供であるるななな、ってい存在するな、まあ、この4つ5、4つかな、この中で言ったらな。だから自分が感じたことをそのまま表現したらダメなんだ自分の本音じゃないですか。思ってる感覚を、やっぱそのままを表現してるわけな、ね、い。その通りに行動したら、周りに迷惑をかけるっていうようなことを、えー、言われていたから。で、自分自身もそういう体験をしていたから、自分で自分のこの本音を押し殺していましたね。出てくんな、出てくんなって封印していましたね。 はいそんな感じですね、はい13の禁止令、はいで、これはね、13の禁止令、今、私はこういう禁止令を持っているなんて知るだけでいいんですよ、まずはね、大事なことはこう知ることです、まずは知ること、でこれはね、事実ではないんですね、こういうような、これ考え方なんで、こういう思い込みなんですよ、言うなれば、自分はそういうふうに思い込んでいるってことですよ、思い込みです、これは、事実ではないです。 自分がそういうことを自分の大切な親から言われている近くにいた大人から言われていたことによってさも事実かのように思い込んでいることでもこれは事実ではないんですねはい事実ではないなので大事なことは今こういうルールがある禁止令があるなっていうことを自分がもっともっと生きやすくする正しいルール生きやすいルールに変えていくことが大事なんですよそのためには僕がずっと言ってるライフスキルを 身につけることが大切ですよね。っていうことです。はいで僕はね。そのずっと言ってる通りお伝えしてる通り、公式 line もやってます。その公式 line では自分自身の生きづらさ。思考のほつれとか葛藤あるじゃないですか。行動したいけど、行動できないっていう。そういう葛藤であったり、そういうなんだろう。感情思考。そして生き方べき思考とかね。そういうほつもつれてるのを？を ぐーっと紐解いて生きやすくする。そのためのライフスキル。ね、ライフスキルが高まるような動画。そして、えー、っと、コラムを配信してます。で、えー、っと、公式外もリニューアルしまして、えー、通常なら24万円の有料講義でやっている、その 一部の、えー、講義動画を26本、十六本配信させていただいています。これも期間限定です。興味がある方は、今すぐ概要欄をチェックして、公式 LINE をチェックしてみてくださいということです。はい、ということで、ということで、今回は、えー、13の禁止令について紹介させていただきました。ね、こんな形でね、こんな形でね。 はい、えー、っと以上です。え a アイアムはスター、ユ a アースター、a r 自ら輝けば世界は輝く、ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ